はい、皆さんトライアングルです。というわけで今回なんですけど、あのファンパレの方でですね、あのまあ新たな塔、無限回路、そちらが登場しまして、ファンパレがかなり盛り上がっているところで、まあ今海玉玉折の、まあファンパレのね、まあコラボというか、まあシリーズとなっているんですが、なので今回こちら海玉玉折 VS 柱稽古編、どちらが勝つのかやってみたいと思います。前ね、実は海玉玉折やってんだけど、その時ね、この一級の五条先生がこれあのね、ちなみにこの本家の五条先生とか特級呪術師の五条先生の無加減解けたじゃないですか。あのオルカ様がね解いてくださったんですけど、このモッドだけなんとこの学生時代の五条先生もこんな感じで、無加減解除されてるんですよ。なので海玉玉折前はね、そのこの無加減だから使えないって言って代わりになんか別のキャラ入れたんですよだから今回はもう正真正銘の海玉玉折 VS 柱稽古できるかなということで、今回そちらをやっていきたいと思います。いや楽しみですね。こんな感じ、一応キャラクターとしてはまあ炭治郎とか入れようか悩んだんだけど、まあ炭治郎は教えてもらってるというか、まあほぼ全ての鬼滅の刃のシリーズに入ってきちゃうので、だからまあ主にやっぱり柱稽古編といえばっていう、まあ宇髄さんもまあ教えてるキャラクターたちっていうかね、はい、そのキャラクターたちでやっていきたいと思います。みんな教えてるよね、大丈夫だよね。いや、トロフさんもういないですよ、このキャラ見たら。そんなのないよね、大丈夫だよね。ということでじゃあ行きましょう。まず学生時代のゲトウスグル、そして、伏黒当時からの最後はやはり五条悟と。いやどうなるんだろうな、ちょっとこれ読めんわ。あ、ちなみにごめんなさいね、バージョン 1.16.5 の、そのままあのテクスチャーというかそちらになっておりますので、ちょっとね見た目があれですけど、性能は、完全に、忍さんです。はい、というか忍さんだけはねちょっとあれなんだよねあのなんかちょっとバグってしまっていて、忍さんから攻撃しないので、今あえてモブバトルモッドをちょっと無理やり入れ込みました。さあどうだ、あでも忍さんでもやっぱこんだけダメージ与えられるってことはいい勝負になるんじゃないか。学生時代のすごい、こんな打ったっけ。学生時代のゲトウスグルも相当強いんだけど、それでも柱の忍さんでこんだけ戦えてるということはいい勝負になるんじゃないの。なんか意外となんかさ、どっちかが圧勝かなって、若干まあ圧勝するとしたら呪術廻戦かなって思ってたから、これはちょっといい勝負になりそうでいいや。数は圧倒的に当たり前だけどこの柱稽古編の方が多い。でもこの一体一体の強さで海玉玉折の方が強いので、これ毒ですね。はい、毒だけ、蝶々です。これ蝶々なんだけどテクスチャーがちょっとねあれなので。さあ半分も食らわせたんだ。さあそして甘露寺さん、さあ甘露寺さんは恋猫しぐれが強いぞ。甘露寺さんに関しては普通に普通に強いです。火力もすごいし、よくその鬼滅の刃最強トーナメントとかで前なんと3位になったこともあるからね。うん、すごい。決勝戦まで確か行ったんじゃなかったかな、三つどもえかなんかの時まで行ったみたいな。すごい強い。だから3級呪霊なんかダメージ受けてなくない？あれ見てみんな、これ呪霊ダメージ受けてない。あれこれ大丈夫か。なんかまあでも一応ゲトウスグリン大丈夫。観音さんどうなってる、何がどうなってる。ほらダメージ誰も受けてないんだけど。いやでもゲトウは受けてるはず。いやでもゲトウ受けてる、これ圧倒的に観音さん不利じゃない。他のキャラクターも倒してじゃん普通って。でもそれができないとなると、いやでもこれだいぶ生きてる。いや生きてんのかこれ。他のキャラクター同士戦いやってない、これもしかして。これ戦いやってんな、戦いやってる。いやどっちだ、いや戦いやってる。あそしてゲトウがいない。あれゲトウいなくない。あゲトウいない、落ちた。落ちてないよな。やられたんじゃない多分これ呪霊に。ということでじゃあこのまま行きましょう。さあゲトウがやられて次当時ですね。さあイグロさん、ちょっとこれ一回埋めまーす。はいすいません、ちょっと今戦ってあそこで今戦ってくれてんだけど、もう終わった、早っ。待って、当時強い。これ狩り、呪霊狩りが始まるぞ。呪霊狩りが、待って呪霊狩り始まってんだけど、これいやこの中で戦ってもらおう。さあ宇髄さん、さあ宇髄さんと当時、さあいけ。まあ、基本的に多分このキャラクターを狙うと思うから、うわ強いよ。待って、もう倒した。待って強すぎん、待って当時強すぎるんだが、強すぎるんかこれ。待て、一瞬で彼はい、あいや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 あいやあいや、しばらくちょっと待って、これやばいかもしれない強すぎるか当時、うわ強すぎるね。さあ篠木川さんだ、彼は強いぞと思っていた時期が僕にもありました。残念です、やばいですこれ。頑張ってください。あー終わりです。ちょっと待ってはい
早すぎるんですけど、どうしましょう。ちょっと待って。わかったわかった。じゃあ、そうなんだよ、これさ。呪霊がいっぱいいるから、ちょっとこれ一回離れるけど、一回ちょっと違うとこ行きますね。違うとこ行くんだけど、あ、間違えた。これ今度、今回五条先生出てないのよ。だから、五条先生も、一体 VS 柱稽古のキャラちょっと全員で行ってみようか。全員というか、うん、一斉にはやんないんだけど、それぞれ一回一回戦わせてみようか。じゃあ、はい、254の、まあ、0でいいか。じゃあこれでいきます。さあ果たしてどうなるのか。40、ああここでしょ。なんかこれあれカラスですね、多分だ。大丈夫です、害はないです。ということで、五条先生 VS、このキャラクターたち全員という感じになりますので、いきます。ではちょっと順不同で、さあまず甘露寺さん、甘露寺さんだが、いや当時が強すぎた可能性はありますか。強いね。あ、でも意外と戦ってる。あ、意外と当時よりはいける可能性が、当時よりいけるんじゃない、いけるんじゃないの。うん、いけるんじゃないの。あ、いける、当時よりいけるかも。当時がめちゃくちゃ強かったのか、これ。まあ学生時代の五条先生はね、やっぱりちょっと 弱くっていうか、無加減があるけどって感じだったからね。ちょっとそのもちろん特級呪術師の五条先生よりはだいぶその優しみには作られていたからね。ちょっとこれ、順番順不動で行かせていただきます。申し訳ないです。最後は姫島さんの方がいいかもしれません。最後は姫島さんで行こうか。いくらなんでも。さあ、篠塚さんがここ。あ、今んとこでも五条先生が体力半分まで、持っていかれてるということは、これあるんじゃない？紫はあれだよね。あ、でも撃つか。紫撃つけど、まあ、姫島さんの時に一発ポーンって紫来たら大逆転あるかなっていうぐらい。今んとこ相当、五条先生が有利でしたが、不利でしたが、いきなりもう有利になっちゃったね。あ、待って、これ。あ、いってるか。そう、あれ、早い。ちょっと待って、残り2体。もう早速残り2体になってる。やばい、赤撃ったら死んじゃうよ。ダメだ。これはダメや。何やってるの。あ、でも意外と、こっから分かんないよ。姫島さんで一気に、ああ、体力、もう一回赤か青打たれたら終わる。紫でも終わるし、なんだったら殴られても終わる。ああ、終わっちゃう。耐えてる。これはちょっと、さすがに姫島さんを応援させてもらうか。ああ、紫はダメ、紫、さよならはい、ということで、今回、体力112。まあでもな、もう伏黒当時が圧勝すぎたわ。はい。伏黒当時がちょっと圧勝すぎたんで、結果的には開局玉折の圧勝だったんですけど、でもね、こうやって学生時代の五条先生と柱稽古の辺のキャラクターで戦わせることができたので、今までね絶対戦わせることができなかったんですよ、無加減だったんで。それが戦わせれることになったらめっちゃ迷惑そうそれはすごい良かったかなと、はい、思います。めっちゃ今迷惑そうだった。何みたいな、すごい見られたもんはい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。